本日はポストグレスクール最新情報ということで、今現在、ポストグレス14が今使われてますけど、現在、着々とポストグレスクールの15が開発されてまして、ベータ1が先ほど、先日出ましたので、実装されそうな話も含めて話をしていきたいと思います。私は日本ポストグレスユーザー会の名古屋支部の福島と申します。それではよろしくお願いいたします。本日は、いろいろな方が見えていると思うので、そもそもポストグレスクエルって何って話をちょっとさせていただきます。ポストグレスクエルというのは、多機能、高精度、かつオープンソースのリレーショナルデータベース管理システム。まあ、いわゆるデータベースマネジメントシステムと呼ばれているものになります。で、もともとは、SQL という言語ができる前にあったイングレスというところからが、発祥になってまして、で、そこからずっと BSD ライセンスで開発されてきたデータベースソフトになります。で、いわゆるデータベースソフトで有名なものだと、オラクルであったりとか、まあ、SQL サーバー、マイクロソフトさんの SQL サーバーだったりとか、よく耳にすると思うんですけど、まあ、そういうものと違いまして、特定のオーナー企業がないというのが、特徴になってまして、で、ライセンス形態としても、GPL とかではなく BSD というライセンスで提供されています。まあ、ですので、下の絵にあるように、どっかの企業の製品として提供されてて外部の開発者がいるという形ではなくて、様々な企業だったりとか個人だったりとかいう人から、ソースをこう集約してコミットして、一つの PostgreSQL というデータベースとして成り立っているというふうに思っていただけたらよろしいかと思います。で、PostgreSQL、まあ、私、個人的にはバージョン6ぐらいの時から使ってるので、まあ、もう随分ありますね。もう20年ぐらいになるんでしょうか。ぐらいには PostgreSQL を使ってるんですけども。で、実際に、その頃っていうのは、非常に何て言うかな、メモリの使用効率が悪かったりとか、CPU の使用効率が、まあ、非常に悪くて、大量のデータを処理しようとすると、まあ、返ってこないとかっていう状態で、まあ、簡単な、自分の実験用のデータベースとして使ってたのがこの頃ですね。で、私どもがまあ、私も一つ企業に所属していて、そこでいろんなアプリケーション開発をしてるんですけども、まあ、その中でも、PostgreSQL を実際にリリースとして使ったバージョンは最初は7.3というバージョンでした。で、この頃のバージョンっていうのは、それこそデータベースに割り当てるメモリを増やせば増やすほど遅くなってしまうとか、なんかいろいろと問題があって、あんまり大量のデータは処理できなかったんですけど、それが、だん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 と進化してきて、まあ現状は、まあ、本当にばっかの、私どもの会社としては、今、基本的に、アプリケーションのバックエンドとしては、PostgreSQL を商用で使っているのが、まあ、一般的になってますし、周りでもそういうふうに使われてきていると思います。で、まあ、いろいろリリースされてポイントポイントがあるんですけども、バージョン8になって初めて、Windows も対応するようになりました。マウスカーソルが出ないんですよ。ここですね。ポイントタイムリカバリー、まあ、含めて、MSVC ってマイクロソフトビジュアルシーンのレクなんですけど、ここから初めて Windows のネイティブをサポートするポストグレができました。で、それからビットマップスキャンが対応しましたと言ってて、で、特にパフォーマンス向上に大きくかかってきたのがこの8.2とか8.3の頃で、それまでは、いわゆるその CPU を増やしてもなかなかパフォーマンスが上がらないし、メモリ追加してもパフォーマンスが上がらなかったんですけど、この頃から実際にスケールするようになってきました。で、次に8.3の時に結構大きな改修がありまして、データベースにはまあいろんなその
データの保存の仕方っていうのがあるんですけど、PostgreSQL っていうのは、データをこう、追加し、すでに追記していくっていう考え方でやるデータベースでして、例えばデータを書き換えるって言った場合でも、もともとあったやつを一旦ブロックして、新しい、レコードを新たに追加してやるっていう、そういう考え方のもので、どうしてもそのアップデートが遅いっていう問題があった時代があったんですね。で、それをホットっていう機構が導入されて、あるフィールドだけの更新であれば高速化するっていうことで、で、この時に私どもが使ってたアプリケーションって結構、よくあるシチュエーションだと思うんですけども、いろんな更新フラグとかをテーブルに持っているときに、非常にそれをたくさん使ってるロジックだと、なかなかパフォーマンスが上がらなかったって問題があったんですけど、8.3にして、急激に速くなったっていうのを覚えてます。まあ、そういう感じでどん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 スケールが進んでいきまして、現状使われているのが、去年の9月にリリースされましたバージョン14というのを使われています。で、我々のバックエンドも、まあ、実際どん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 バージョンアップしてますけど、ちょっと古いので、バージョンアップができてないのもまだあるのが現状で、古いものでまだ9.3を使っているのがあったりはします。まあ、すべてにすでにサポートは切れてるんですけど、まあ、いわゆる塩漬け状態で使っているのが現状で、内部で使っている仕組みなんですけど、まあ、外部で使っている仕組みについては、どんどんバージョンアップを進めていってます。特にポスグレの場合、バージョンアップすることにもちろんパフォーマンスも上がっていきますので、まあ、上げることには、パフォーマンス面だけで言うと上げていくっていうのはいいことなんですけども、どうしても、商用を使っている場合は、検証というステップが、商用というか、どうしてもその、検証しないと適用できないっていうことで、なかなかバージョンアップができないこともあるんですけども、まあ、順次上げていっているような状態です。で、ここ最近、どういうこと、どういう面で拡張されたかっていうことをちょっとお話ししたいと思います。まず、ロジカルレプリケーションという機能が、まあ、特に、もともとレプリケーションの方法としては、ストリーミングレプリケーションといって、データベースのログ、いわゆる更新情報を持ったものを他のサーバーに転送してあげて、データベース全体のレプリケーションするっていうのが一つと、もう一つがロジカルレプリケーションといって、テーブルごとの情報を、他のサーバーに、転送して、二重化するっていう方法、この二つがあって、その中のロジカルレプリケーションっていうものなんですけども、これが今、随分強化されています。これに関してはまた後ほどまとめて詳しくご説明したいと思います。それと次がテーブルアクセスメソッドインターフェースっていうのが、12で追加されています。このメソ、あの、このテーブルアクセスメソッドインターフェースなんですけども、まあ、もともと PostgreSQL、Index の場合っていうのは複数のメソッドを持ってます。よく聞くの B-tree だったりとか、ハッシュって言われてる。まあ、インデックスコードが違うインターフェースっていうのを複数持ってて、これはクリエイトインデックスするときにそのメソッドを選べるようになってるんですけども、もともとPostgreSQL の場合っていうのは、Heap と言われてるインターフェースが一つしかなかったです。で、そうすると、まあ、特に、ポスグレはまあ RDB であることもあって、いわゆる業種項の考え方であり、下のその足回りっていうのも一つのものしか使えませんでした。で、これをテーブルアクセスメソッドインターフェースをつけることによって、外部で作られたそのインターフェースを取り込むことをするための、下ごしらえができたというふうに思っていただければいいと思います。で、このインターフェースに従った、例えばですけども、インメモリ DB であったりとか、カラムナっていう、通常行、あの、RDB とか、ポスグレの場合は、行ベースですよね。行単位で管理してるやり方ではなくて、カラムナって列単位で管理するような、まあそういう考え方なんですけども。まあそういう、いわゆる OLTP ではなくて、オーラップ向きの処理を実装するときに、こういうのは使えるんじゃないかと思います。で、三つ目が、B トリーインデックスの重複除去と肥大化防止っていうのが、バージョン13とか14で行っています。ビートリインデックス、まあ、いわゆるインデックスキー情報ですね。行を特定するための情報なんですけども、例えばですけど、ビートリーの考え方だと、同じ値も
一つの、いわゆるインデックスとして持たなくちゃいけないので、非常にカーディナリティが低いもの。例えば性別とかだと、二つの値しか持たないのに、その行文だけ情報を持つってことで、非常に大量の情報を必要としてたんですけども、これを重複っていうのを、いわゆる、リンクを貼る情報だけを持って、インデックスとしての情報っていうのを重複しないようにするっていうのが、この13で取り入れられてて、インデックスの重複っていうのを削除することで、インデックスサイズを、大きくするのを防ぐっていうのが、入っています。で、パラレルクエリっていうのが、どんどん強化されてまして、これ9.6の頃から入ったんですけど、ただ9.6入った頃っていうのは、テーブルをこう読みに行くときの方法として、シーケンシャルスキャンっていう、全件スキャンするようなことであったりとか、ソートであったりとか、あとは、ネステッドループジョイン、いわゆる入れ子結合って言われるものにしか対応してなかったんですけど、それがバージョンを追うごとに、ハッシュジョインであったりとか、マージジョインであったりとか、インデックススキャンであったりっていうのに順次対応して、様々な、SQL で、パラレルクエリの強化が図られていってます。で、5つ目の、テーブルパーティショニングの対応と強化が図られています。テーブルパーティショニングっていうのは、いわゆるその、非常に、例えば数千万件だったりとか、数億件だったりっていうデータを一つのテーブルに全部入れてしまって、で、ある検索条件でデータを抽出しようとすると、どうしてもパフォーマンスを出すのが難しかったりするんですけど、そういうのを、例えばですね、日付だったりとか、ハッシュ値ですね。分散して10個のテーブルに分けてあげるっていうふうに分けることによってパフォーマンスの向上が図れたりとか、いうことをするための、機能なんですけども、このパーティショニングっていうのが随分強化されています。で、特に13の頃だと、さっきあったロジカルレプリケーションっていうのを12まで対応しなかったんですけど、13からロジカルレプリケーションにも対応するようになったりとか、ことができるようになってます。で、14からはマテリアライズドビューに関してのテーブルパーティショニングも対応あとは拡張統計情報って言って、普通、データベースっていうのは、データがどん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 蓄積されて投入されてて、それをある条件で検索するときに、テーブルの中には多分こんなデータが入ってるだろうなっていう想定のもとに、どういうふうにデータベースを見に行けば早くなるのかなっていうのを、プランナーって言われてるデータベースの機構が考えて、それで、データベースにアクセスする方法を決めるんですけども、で、そこに、例えばですけど、なんだろうな、非常にばらつきがあるようなデータがあるっていうときには、うまくそれが機能しなかったりするんですね。例えば、住所だったりすると、ただ都道府県だったり、住所っていうのは、非常にこの他のデータの中に比べると非常にばらけてないデータというか、扱いになってしまうので、うまいことその、インデックスが効かなかったりとかすることがあるんですけど、そういう時に、この拡張統計情報っていうのを使って、うまくそれがインデックスが効くようにするっていうことができるようになります。で、最後、サーチサイクル構文っていうのが14から追加されてまして、これはまた後ほど詳しく説明しますけども、いわゆるその、一発目 SQL の中で、再帰処理というか、何度もその、例えばですけど、競馬の血統表をちょっと思い浮かべていただけたらいいかな。親がいて、子供がいて、子供からさらに子供がいてっていう血統表があって、で、それを、世代何代まで、繰り返して、関連する情報を引っ張ってくるかっていうような時に使う方法になります。で、バージョン14なんですけど、先ほども話、お話ししましたね。去年の9月にリリースされています。で、ここで先ほど話したビートリーインデックスの肥大化を防止する機構が入っています。でも、できたのはそのパフォーマンスが向上できることと、インデックスサイズ自体を随分減らすことができるようになりました。これはどのデータベースシステムでも一緒なんですけども、どうしてもディスクのアクセスっていうのは、
メモリに比べれば遅いので、通常、メモリ上にキャッシュというところに置かれ、データが置かれるようになるんですけど、で、そのキャッシュの使用効率はもちろん上がりますので、いろんな恩恵が受けられています。それから、先ほども話しましたが、拡張統計情報で、ばらけた情報が扱えるという話をしたんですけど、で、この中で14からは式を含むような統計情報を持てるようになっています。その次に LZ4 によるデータ圧縮ってありますけども、これはですね、どういうところで使われるかっていうと、普通は一つの、テーブルを作って一つのフィールドが 8K バイト以下であれば、普通にテーブルに格納されるんですけども、それを超えるようなデータが入ってくると、トーストって言われる別の領域にデータが圧縮して保存されるようになってます。で、その時の圧縮方式が LZ4 というのが対応するようになりました。で、今までは、Postgre 独自の実装で、作られてたんですけども、で、これを LZ4 というのを指定することで、格納サイズがだいたい3分の2ぐらい。で、データ投入時間が3倍ぐらい早くなりました。これ私が使っている環境で調べたことなんですけども、トーストのテーブルのサイズとが大体3分の2、データの投入時間が大体3倍ぐらい早くなります。インサートが早くなってことですね。で、他、セレクトであったりとかはあまり変わりませんでした。ほとんど差がなかったですね。で、4つ目、PostgreSQL っていうのが改善されています。この FDW っていうのはフォーレンデータラッパーっていう機構でして、一つのポスグレから別のポスグレに対して接続しに行って、そちらのデータを取得するような機構のことを言っています。で、今回の、14でのアップデートなんですけど、できることになったとしては、外部テーブル、データベースの中を一斉にもう消すときって、デリートっていうのを使って、一行ずつ消したりとか、ペア条件指定しなければ、全件削除ができるんですけども、そういう場合って、トランケートって言って、まっさらにしちゃうっていうような、SQL コマンドを使ってやるんですけども、もともとこのトランケートっていうのに、対応してなかったんですね。で、この今回の14からトランケートも対応するようになりました。あとですね、特にバッチ処理で、インサート文のところを一回一回発行してると非常に遅いので、バッチインサートっていう方法を使うんですけども、それにも対応するようになりました。ただし、このバッチインサートっていうのはデフォルトでは、有効になってないので、設定でバッチサイズをちょっと設定変更して、バッチインサートが有効になるように設定する必要がありますけども、このバッチインサートというのを対応するようになっています。で、5つ目で、ロジカルレプリケーションですね。これに関して、いくつかの改善が行われています。で、ロジカルレプリケーションの中で改善されたポイントとしては、ストリーム転送というものがサポートされるようになります。で、今までロジカルレプリケーションは必ずそのテーブルの、行に対してコミットがかかった時点で、従属の方にデータが転送されて、従属側のデータベースも更新されるということをしてたんですけども、このストリーム転送っていうのを使うと、そのコミットしたタイミングではなくて、前もってデータ転送されるようになりましたので、パフォーマンスの改善が図れるようになってます。で、他の構造点としては、更新点としては、今までストリーム転送って、いわゆる、レプリケーションの方法としては、データの転送の中身としては、ほとんど文字列で転送されてるんですね。このロジカルレプリケーションっていうのは。そうすると、日付型とかだと、その日付の文字でデータ転送してるんで、結構データ転送量が多かったりするんですね。で、この14からは、バイナリー転送モードっていうのが、利用ができるようになりまして、タイムスタンプ型っていう日付型だったりとか、バイト A 型っていう、いわゆる画像情報とかを保存しておくための、項目ですね。そういうやつの転送の速度が改善されました。で、6つ目、パラレルシーケンシャルスキャンの性能改善ということなんですけども、で、今まではパラレルワーカーっていうのが実際データベースの中のバックエンドで動いてまして、これが1ブロックごとの処理を行ってたんですけど、14から複数ブロックが処理を
ができるようになって、パフォーマンスの改善が働いています。僕の複数接触時の性能の改善が図られています。で、次ですね、他の改善点としましては、まずマルチ範囲型って言って、いわゆるこっからここまでとこっからここまでみたいな、そういう範囲の指定の仕方ができるようになっています。まあ、例えば、日付指定だと、月曜日から、木曜日までの日を囲んで、連続して指定するだとか、で、そういうマルチ範囲の指定する型が使えるようになりました。で、先ほどご説明しましたサーチサイクルですね。サイキと要素で使われる。先ほどあれですね。馬の血統表の話をさせていただきましたが。そういう検索の仕方が、もともとオラクルとかではあったんですけど、ポスグレでも利用できるようになりました。で、三つ目なんですけど、これ、イレクオブジェクト、これはJSON B 型っていう、JSON 型で保存されてる情報の話なんですけども、イレクオブジェクトの添え字の構文がサポートされているようになりました。まあ、イレクオブジェクトっていうのは、いわゆる中括弧の中に、中括弧があって、子供のオブジェクトを指定できるところですね。そういう添え字の構文がサポートされるようになりました。フェアークじゃない。セレクトの中で、どこかフィールド指定するときに、こういう感じで、ここだと A が5の中の中身を取ってくるみたいな、そういう指定の仕方ができるようになりました。で、運用管理面って言いますと、セッション制御情報ですね、機能。これが、いくつか追加されています。で、この中で、長期アイドル切断としまして、このアイドルセッションタイムアウトっていうパラメータが設定できるようになりまして、デフォルトは0になっているので、無限に切ることないんですけども、これを値を設定することによって、長期にコネクションは持ってるんだけど、使われてないです。ものを自動的に切断する機能を持つことができるようになりました。で、この二つ目では無効クライアント検知っていうのは、よくあるのが、ロングラン SQL を投げてしまって、クライアント側だけブチって切ってしまっても、サーバー側では走り続けるっていうのが、今までの動きだったんですけど、なので、この無効クライアント検知ってやつを使うと、例えば PSQL コマンドを叩いて、そこから SQL を叩いて、ロングラン SQL を発行されたときに、PSQL を強制的に止めると、ここに、この無効、クライアント通知の設定、検知の設定を行っておくと、バックエンドを終了するということができるようになっています。これはクライアントコネクションチェックインターバルっていう変数があるんですけど、これを設定することで、その時間を超えて、クライアントが無応答になった場合っていうのは、もう自動的に切るような、そういう設定ができるようになりました。他にもいくつかロールが設定されています。PG リードオールっていうのは、全スキーマの全てのテーブル、ビューシーケンスが参照できるようなロールになります。まあ、スキーマに対する優先権限とオブジェクトのセレクト権限に該当します。PG ライトオールっていうロールも追加されてまして、これは先ほどの PG リードオールプラス、全スキーマの全てのテーブル、ビューシーケンスを更新できるロール。まあ、これはスキーマの優先権限と、オブジェクトのインサートアップデートデリート権限に相当するものができています。PGM チェックっていうのは、テーブルがちゃんと、テーブルとか ETX がちゃんとうまく整合性が保たれてるかっていうのをチェックする、コマンドになるんですけど、まあ、前提として AM チェックっていう、コントリブの、オブジェクトが導入されている必要があります。ごめんなさい。で、ここまでが今現状できる14の説明になりました。で、15でこれからの地域化されるというふうに言われている機能がいくつか
書いてます。で、私自身がベータ1を今自分の手元の環境に導入していろいろ試してて、全部試せたわけじゃないので、これが全部実装されるかどうかってまだわからないんですね。まだベータ1の段階なんで、これからまた、これは今回入れるのやめようとかっていうことで、削られる可能性もあるので、まあ、あくまでも参考情報程度に聞いておいていただきたいと思います。まず一つ目がインデックススキップスキャンというものがあります。これ何かって言いますと、普通インデックスをつける場合っていうのは、いろんな方法があって、一つの列に対して、まあ、インデックスを貼ることもできますし、複数の列に疑った複合インデックスっていうのを作ることもできます。通常はそういうインデックスを貼るんですけど、例えばですけど、まあ、これはカーディナリティが低い、どう言ったらいいかな。例えばの性別とか、二つの値しか取らないようなやつが第一キーにあって、で、二つ目のキーに、まあ、例えば、氏名とかが入っている場合で、氏名をキーにして検索した場合、つまり、インデックスとしては、ごめんなさい、性別が一つ目のキーで、二つ目が氏名になっているようなインデックスが貼られている場合で、氏名だけで、検索条件にセレクトされた場合って、今までは、ポストグレの場合って、インデックスが効かなかったんですね。で、それがこのインデックススキャンという機能で、その二つ目のキーだけでもインデックスが効くような場合があるようになりました。まあ、なんで場合かって言いますと、第一キーのカーディナリティが高い場合は、どうしてもそのインデックススキャンは効かないので、テーブルスキャンになることがあります。それだと今まで通り、必ず氏名の方にもインデックスを貼っておいてくださいねっていうことになるんですけども、まあ、うまいデータの場合だと、こんな感じで、インデックススキップスキャンというので、性別、氏名っていうキーで、インデックスで、氏名だけをキーにした場合でも、インデックスが効くようになります。で、二つ目がレッド文ってやつで、パ、あの、オラクルのパッケージ変数に相当するものが追加されています。で、三つ目、マージ文っていうのが、使えるようになります。で、今まで、ポスグレ、まあ、オラクルとかには、マージっていう、いわゆる、あれば、アップデート、なければインサートっていうのが、マージ文っていうので書けたんですけど、今までポスグレの場合は、コンフリクトっていうのを使って、インサートとアップデートを組み合わせて、同じことを実現することができます。ができたんですけども、新たにきちんとマージ文っていうのが使えるようになりましたので、非常にわかりやすくなりました。で、まあ、同じようなことを、そのコンフリクトを使ってやったりとか、あるいはその、PLPJSQL を使って、まあ、インサートの結果を見てアップデートするような書き方、いろんなやり方が今まででできたんですけど、非常にスマートにそういったことができるようになりました。個人的にはとてもありがたいところですね。4つ目として、PG ベンチっていう、これは PostgreSQL のパフォーマンスを測るためのツールとして、よく使われているものなんですけど、これにニトライ機能が追加されました。で、まあ、具体的なパラメータとしては、-max-trize っていうやつを指定できるようになりまして、まあ、デフォルトは1なんですけど、何回このトランザクションを走らせるっていうのが、パラメータとして指定できるようになりました。まあ、いろんなテストで使います。それとですね、これも結構私としては非常に助かる機能だし、皆さんとしても非常に助かる機能じゃないかと思いますけども、よくあるのが、ロングラン SQL になっているときに、それってどんなアクセスプランで動いてるのっていうのが、後から取るときって、まあ、一つあるのは、ログの、postgresql.conf に、まあ、ログの設定の中で、ある程度時間が経ったもの以外に関しては、アクセスプランもログに書くっていうオプションがあるんですけど、これがその今実行中のトライアセプランを実際に取得するための、ものが新設されています。pg-log-query-plan で、その括弧の中に、実行されているプロセス ID を設定してあげると、それの今現在実行中の、いわゆるのエクスプレーンで見るような、あれが取得できるように。同じように、
単位化されたスケールを確認するような関数も増やされています。で、三つ目として、いろんなシステムビューもいろいろ更新されています。はい。すいません。これ内容私確認できてないんですけど、いろいろシステムビューが追加されているようです。四つ目、これも私ちょっと検証できてないんですけど、サブトランザクション同時実行の性能改善が図られているようです。ちょっと、実際どうなってるか私もわからないですけど、ちょっとこれが発生できるような、どうやって作るかっていうのが結構難しかったりするんですけど、これをちょっと、改善されています。5つ目として外部相当のアルゴリズムが変更されています。で、下3つに関しては、ちょっと私これで、検証はできてないんで、あれなんですけど、それと、まあ、入るかどうかもちょっとまだはっきりとしてない。あ、これコミットになってるから、これはあれかな。コマンドではなくて、モジュールで割るのアーカイブが取れるようになってます。で、SQLJSON の関数として、JSON テーブルのサポートが追加されています。で、あ、これもあるな。ロジカルレプリケーションの行フィルタリングができるようになりました。全件転送するんではなくて、行フィルターをつけた状態で、ロジカルレプリケーション、相手側のところにデータをこう、レプリケーションすることができるようになっています。で、他追加方向としては、こういう形でいろんなものが追加が予定されています。6の JSON ケースに続く接続、トリガーって今までとインサート、アップデート、デリートとかにトリガーが設定できてますけど、まあ、コネクトに対するトリガーが設定できるんですね。その他、いくつか、追加されてます。パラレルのインサート、イントゥセレクト。これ、インサートイントゥセレクトっていうのは、セレクトした、これ条件でセレクトした内容をそのまま別のテーブルにこう全部入れるような、そういう構文なんですけど、ここは複数できるようになってます。で、今まで Windows 版って Intel 版の CPU しかサポートしてなかったのが ARM64 版もサポートされるようになってます。で、あと実行時統計情報の共有メモリ化ということで、今までプロセス間通信で行われたものが共有メモリ化され、共有メモリをで動くように変わっています。これさっき説明したやつでした。非同期アリオの確認を拡大と、あと、この下2つに関しては、ちょっと私、ごめんなさい。これ調べが追いついてなくて、ご説明ができない部分になります。以上が、今回、来年の、まだベータ版で、多分今年の、まあ、9月ぐらいに多分次、バージョン15っていうのはリリースされるんじゃないかというふうには予測しております。じゃあ、あとは、ざっくりとした話をしていきたいと思うんですけども、まあ、PostgreSQL 自体はもう SQL 2015の大部分に対応できるようになってて、各種のストアド言語、デフォルトでは PLPGSQL っていう、某オラクルさんの PLSQL に似たような言語以外にも、Python であったりとか、様々な言語が使えるようになってます。だから昔から持ってたのでは、地理情報を、デフォルトで PostGIS という、まあ別パッケージになりますけど、これで対応しています。JSON に関しても、先ほど、セレクトで入れ子が、まあ、サポートできるって話をしてますけども、結構前から JSON のサポートに関してはかなり強化されています。で、拡張インターフェースって言ってますのは、先ほど言ったフォーレンデータラッパー、としては、例えば、別の PostgreSQL に接続する機能であったりとか、他にも、他のデータベースへ、あたかも自分のデータベースのかのようにアクセスできるようなパッケージがまたいろいろオープンソースで提供されています。で、あと、クラスター構成としては、もうデータベースのベタコピー的なストリーミングレプリケーションとテーブル単位でのレプリケーションが図れる、ロジカルレプリケーション。で、それぞれ、HA クラスターっていうのはあれですね、いろんな方法がありますけれども、HA クラスターはもう外部、ストリーミングレプリケーションと外部のパッケージを組み合わせることで実現が可能になっています。MPP とかも、
いろんなの外部のパッケージを使って対応できるようになってます。ラックって言ったらシェアードディスクを使った、考え方っていうのは、まあ、これ、オラクルでよく使われている方法ですので、これは、まあ、以前通り使うことができません。性能に関しては、結構パフォーマンスがもう、かなりいい感じになってきてます。で、パーティションパラレル対応、ジャストインコンパイル対応、インメモリに関しては、まあ、私どもはラディスっていうのを使って、インメモリも別に対応してますね。で、運用管理としては、運用管理ツールだったりとか、いわゆる有償サービスだったりもあります。で、いろんなツールもありますし、結構クラウドでも結構使われるようになってます。なってますし、いろんな、外部の、ところが結構公開してますね。で、CPU スケールに関しては、もう最近はそうですね、参照系に関してはもう9.2の頃からもう、すごい CPU スケールをするようになってます。で、更新系に関しても、まあ、9.6の頃から急激に、CPU の高を上げれば、性能が測れるんですね。で、レプリケーションに関しましては、もう、詳しくは説明してないですけども、9.0から、なんていうか、ストリーミングレプリケーションで10から、ロンリーレプリケーションが使えるように変わっております。まあ、ここ先ほど説明したエッジチェックのクラスター構成をいくつかやる方法として、こういうようなパッケージ、MPPIP クラスターとか、Kubernetes クラスターだったりとか、あと PGPool2 を使ったクラスターの方法とかがあります。で、運用開始ツールに関しても、まあ、様々なものが出ているので、運用面でもかなり使えるようになってまして、私どももザビックスとこの PGMods というのを組み合わせて使ってたりします。で、デフォルトで PG Admin 4っていうのがありますので、通常こういうツールを使って、もうこれも随分多機能化しましたね。非常に使いやすくなってます。他にも、いろんな有償のツールであったりとかありますし、私の社内では K5 M2 っていうのを使っている子が多いですね。Windows 使ってる子が多いので、これを使ってる子が非常に多いです。で、あと、Postgres に向かないケースっていうのがあって、どうしてもその大量のデータを一気に書き込むようなものにはどうしても向かないっていうものがあります。で、OLTP、いわゆるスケールアップとかしづらいんですね。なので、そういうのはやっぱりキーバリストにはの方が向いてるかなと思ったりとか、障害復旧地震、時間を非常に短くするようになったのはやっぱり難しい部分があります。先ほどクラウドって話をしましたけど、まあ最近だと Azure とか AWS とか GCP とかいろんなところでクラウドでも使えるようになってきてます。まあこれはネットで検索されるともういろんなとこが使って、私どもとしても今 AWS とかは普通に使ってますね。あと、コミュニティの運用サポートとかありますので、我々の日本ポストグレスユーザー会というのがやってますし、他国内の商用サポートというのもたくさんあります。ユーザー動向として、まあ、今本当にポストグレを使ってないって言い方は悪いんですけど、非常にいろんなところでも使われてますし、金融機関とかでも使われてますし、いわゆる4大 DBMS の一角にはあと最後に、最近ですけど、特に昔はメーリングリストっていうのを使ってましたけど、最近情報交換ってスラックを使っていることが多いので、質問とかあれば、ぜひスラックの方に、ビギナーズっていうチャンネルがありますので、そこに参加していただけると、いろいろとこの質問に対して返答が早いのかなと思います。はい。ちょっと長くなりましたけど、今日のお話はこれで終わらさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。質問ある方いらっしゃいましたら、どうぞ質問、まだ少し時間ありますので。YouTube 側は、Postgres の新機能を攻めてるなという感想とかはありますけれども、
確かに。そういう意味でもあるよね。ノネスキルを意識してるのかなと思いますけど、そこまではないんじゃないですかね。そうですね。ただ、アクセスメソッドが追加されるようになってるんで、結構、今後増えていくんじゃないかと思うんですよ。今だと、ヒープしか使えませんけど、新たなやつって、例えばメモリ、まあ、今だとインラインメモリとかって、今とラティスキャストを連動させて使うっていうのが一般的なポスグレの使い方だと思うんですけど、そうではなくて、ポスグレ自身がインメモリの、テーブルアクセスメソッドを持てば、一部のテーブルはそちら側を使うってことも多分今後できていくんじゃないかなと思います。すごいですね。うん。どんどん進化していきます進ね。化していきますよね。でも、スラックの加入方法を教えてくださいと。スラックに関しましては、まずスラックで、Google とかで検索していただくと、スラックの、アプリケーションのダウンボードのところが出てくると思うんですね。で、そこからの、先ほどの、まずはここですね。この postgres-jp っていうのがありますので、これで検索していただいて、ここから参加していただけると、スラックに参加することができますので、ぜひやってみていただきたいと思います。ポストグレスキュール -JP っていうチャンネルがあるっていうことですかね。チャンネルというか、で、なんて言ったっけ？グループ。グループですね。グループがあるので、その中にチャンネルがいくつかあります。で、そのチャンネルの中で、特になんだったっけな。いくつかチャンネルがあるので、その中で、特に初心者の質問とか、ビギナーズってところに結構入ってきてますし、いくつかチャンネル、あとは、ジェネラルっていうところは、一番参加者が多くて、いろんな話がされてるチャンネルがあります。ぜひ参加してみていただきたいと思います。ありがとうございます。他に質問の方いらっしゃいますか？今、もう5月終わりで、もうベータが出てるので、早いですね、15。早いですね。ベータ、10日だったかな。2週間ぐらい前に、1週間ぐらい前にはもう出てましたね。出てましたね。で、私今もうビルドして入れて使ってみてて、マージが使えるわと思って、実際も使ってみたんですけど、まあ、なかなか時間がなくて、すべての機能が試せてなくて、とうとうマージが入るんですね。とうとう入りますね。やっとスケール、あの、き、あの、データベースごとにスケール書き直す必要がなくなったんで、すごい楽です。ずいぶん前からこのマージについては議論があったんですけど、意外とインフレが難しいっていうんで、そうですね。なだかからなず、か入らなかったはのい、で。そうですね。ずっとコンフリクトで頑張ってましたから。アップサートっていうなんか中途半端なのもありましたね。そう。で、アップサートやるときにコンフリクトでやってたんですよ。インサートで、アップデートの結果見て、コンフリクトだったらインサートするみたいな。あ、逆だった。逆だ。っていう書き方で、すごい頑張って書いてた覚えもありますけど。アップサートもありましたね。アップサートありましたね。あれがまあ苦肉の策なんだろうなと思って見てたんですけど。とうとうマージが入ったんで、すごく楽になると思いそうまです。すね。マージ確か SQL 標準なんですよね。SQL 標準ですね。SQL 標準にすごい、近づいてきましたね。はい。すごい、なんていうんですか。絶対 SQL 標準守るんだって言ってるトモレーンが、マージをあくまでやらなかったのに、とうとう折れたなって感これじでです。か？ まあ、ご利用しがあったのかよくわかんないですけどね。まあ、でもおかげさまで、一般的な書き方ができるかなというふうに、ちょっとほっとしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。では、時間になりましたね。他に質問がなければ、この辺で終わりたいと思います。では、福島さん、どうもありがとうございまはい、しすいません。た。すいません。カメラがいっちゃってまして、顔の共有ができなくて大変申し訳ございませんでした。じゃあ、これで失礼いたします。本日はどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございましはい、失礼いた。たします。